ここが農園なら外の世界ってどうなってるんだろう。キャロルが来てクローネが来るってことは外側にも人間がいるはず。大人が増えたのは敵が増えたってことだから手強いけど、情報源も増えたってことだからいいこともあるよな。てかさ、クローネさ、わかる、クローネやばいよね。人形に話しかけてるし歌ってんだけど、ある意味ママより強いキャラ現れたよね。鬼ごっこ全力だしな。というか顔怖すぎ。やっぱそうだよな。そうなんだよ。で、内通者は誰なんだろう。